ジャーメインデフォー、ジャーメインコリンデフォー OBE、ユメイン、コリンデフォー OBE、1982年10月7日イは、イングランドロンドンベクトン出身のサッカー選手。イングランド代表。プレミアリーグ AFC ボーンマス所属。ポジションはフォワード。元アーセナルのフォワード、イアンライトに憧れサッカーを始める。デビュー前は、ジャールトンアスレティック FC の下部組織で、 プレーするが、その後、ウエストハムユナイテッド FC に移籍す。2000年9月19日、リーグカップのウォルソール戦にて、プロデビューを果たす。その後10月25日に、当時3部リーグだった AFC ボーンマスに、レンタルされ、ここで、出場10試合連続ゴールという記録も含め29試合18得点の、成績を収めた。 その後、ウエストハムに呼び戻され2001年5月19日、ミドルスブライフシーズンにて、FA プレミアリーグでのデビューを果たす。2002年からは、主力として活躍し、リーグ戦、カップ戦を含め14得点を挙げた。しかし2002から03シーズンは8得点を挙げた。ものの、クラブは、フットボールリーグファーストディビジョンに降格した。結局、デフォはウストハムに残留して、 プレミアリーグ復帰を目指すが、2003から04シーズンの途中にトッテナムホットスパー FC から高額の移籍オファーが届き、クラブはデフォー放出に同意。2004年2月2日に移籍した。トッテナムでは14試合7得点と活躍し、当時代表監督だったスベェン・ゴラン・エリクソンの目に止まる。翌2004から05シーズンはリーグ戦とカップ戦合わせて22得点を、 上げチーム内得点王となる。2005から06シーズン、クラブでは、ロビー・キーン、二度とデフォーのローテーション。2006から07シーズンは、さらにリミタール・ベルバトフを加えた4人のローテーション起用が行われ、いずれのシーズンでも10点台中盤から後半の得点を上げた。しかし2007から08シーズンは、出場機会が減少。2008年1月31日に、 ポーツマス FC への移籍が決定した。2008から09シーズンは、開幕から好調で12月までに7ゴールを決めていたが、1月6日にフルスであり、ポーツマスへ移籍した、当時の監督であったハリー・レドナップが監督を務めるトッテナムへの移籍合意に達したと発表された。ウエストハム、ポーツマス、そしてトッテナムと3度、ハリー・レドナップの下でプレーすることとなった。 2009から10シーズンは開幕からフォワードのファーストチョイスとして起用され、2009年11月22日のウィガンアスレティック FC 戦ではアランシアラー、アンディコールに次プレミアリーグ史上3人目となる1試合5得点を記録。また1点目を決めてから7分間でのハットトリック達成はプレミアリーグ史上2番目のスピード記録となった。 2014年1月10日、同年2月28日にメジャーリーグサッカーのトロント FC へ移籍することが公式に発表された。2015年1月16日、ジョジー・アルティドールとのトレードで、サンダーランド AFC へ3年半の契約で完全移籍。17試合の出場で4ゴールに終わるが、2016年5月のエバートンとの試合でゴールを決め勝利に導き、 サンダーランドは降格を免れた。2015から16シーズンはチーム最多の15ゴールを決めて、サンダーランドのプレミアリーグ残留に貢献し、サンダーランドのチーム内でのシーズンベストプレーヤーに選ばれた。6月にはサンダーランドとの契約を2019年まで延長した。2016から17シーズンも好調を維持し、2月4日のクリスタルパレス戦で2ゴールを決め、 シーズン14ゴールとし、得点王も狙える位置につけたが、その後はわずか1ゴールしか決めることができず、チームもプレミアリーグからの降格が決定した。サンダーランドが2分に降格したことで、フリー移籍が可能となり、2017年6月29日に16年ぶりに AFC ボーマスに復帰した。代表デビューは3月31日のスウェーデンとの親善試合。 2010南アフリカワールドカップのスロベニア戦にて、ジェームズ・ミルナーのクロスから決勝点を決めた。2010年9月3日のエウロ2012予選、ブルガリア戦で代表では初となるハットトリックを成した。2014年のワールドカップブラジル大会には予備登録メンバーには選ばれたが、本大会の出場はかなわなかった。2017年3月、 サンダーランドでの活躍が認められて、ドイツとの親善試合、ワールドカップ予選のリトアニア戦に向けたメンバーに選ばれ、約3年ぶりに代表に復帰。3月26日のリトアニアとの試合に先発出場し、代表では4年ぶりとなるゴールを決めた。小柄ながら、ボディバランスに優れ、快速と前線での豊富な運動量を合わせ持つ、オフザボールの動きが巧みで、 ゴール前での動きの鋭さはチームメイトにも称賛されるテントリアである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。